はい、それでは、ベイナー選手の今回練習始めます。よろしくお願いします。今回の試合のテーマがあれば教えてください。今回の試合のテーマ、オスの向こう側です。モスですか？モスじゃないです、オスですね。今まで見せてきたオスのその先をお見せできればなと思ってます。オス、相手の試合映像はご覧になられましたよ。オス、どういう印象ですか？まあそうですね、非常にキャラが被ってるなという印象がありますね。オス、どんなところがなんか被ってるなってありますか？やっぱりハマったら勢いがありますけれども、まあ、滑った時にはもう本当にもうそのまま持ってかれるようなところもありますし、まあ、言ってしまえばですけれども、まあ、やっぱりハーフ、まあ、ハーフなのかどうかちょっと真相は分からないんですけれども、その血筋の方はやっぱりあの身なりであれだけ日本語が喋れるという、で同じ階級でこれからこの階級をかき乱す存在になり得るんじゃないかっていう、そういう意味でもポジション的にやっぱりかぶっているなっていう印象があるんで、まあ生きるか死ぬか、Dead or Alive だと思うんで負けられませんね。オス、同じストライカーとして、オス、なんかちょっと怖いところだったり攻略しようと思っていることとかありますか？対策しようとしていること。まあやっぱりボクシングをエリートであることには変わりないと思うんで、まあ自分はもちろん空手の武器で勝つというそういうつもりですけれども、まあこれまで何で俺大丈夫ですか？オス、大丈夫ですか？はい。まあこれまで本当にいろんな競合といろんなエリートとやってきました。そのレスリングのエリートもやりましたし、勉学のエリートもやりましたし、本当にいろんなエリートと拳を交えてきたうちの一人だと思うんで、まあ、そういう意味でやっぱりボクシングのエリート、まあ、そこの土俵で相手に持ってかれないようにっていうのはもちろん当然ながら、でいかに自分の空手が
生きるかというところにかかってくるのかなと思っております。おっす。いや、慶応狙いですか、それとも一本狙いですか。一撃狙いですね。ありがとうございます。おっす。それでは本格的な質問があれば、はい、お願いします。MMA の試合が1年ぶりという形になったんですけど、まあ、1年間というのはその MMA に関してはどのようなことをされたんですか。まあ、しっかり対策といいますか、やはり去年ちょうど1年前に浩二さんに腕を破壊されて負けてるので、やっぱりそこの負けを無駄にはしてはいけないっていう思い でまたいつかこの来週のリングに借りを返さなきゃいけないっていう思いで日々鍛錬はしてきたので、まあ、腕を取られないようにリングの中で投げられないようにというのはもちろんですけれども、まあ、去年対戦相手の小路さんが言ってた黒さは強さというそこに関してもしっかり自分で磨きをかけてきたつもりです。おっす。まあ、その腕を、まあ怪我されて、でその練習自体再開したのはどれくらいから再開したんですか。大体1ヶ月くらいはちゃんといつも通りの練習っていうのはできなかったんですけれども、まあもう日常空手家なんで、もうそこはもう日々鍛錬といいますか、まあ、今も鍛錬といいますか、はい、それはもう怪我したその日その瞬間にもう練習を再開したっていう意識はありますね。ボス。で、まあ、そのザマッチだったじゃないですか。ボス。そこまでもう打撃に特化してやられたんですけど、その後また MMA を 半年間ボスと集中してやってきた感じですか。ボス、はい。集中してやってきた感じです。ボス。その内容は、まあ、やはりその浩二さんに負けたところを分析するとやっぱり自分の穴を埋めないと、やっぱり長所勝つためには空手なんですけれども、やっぱり相手の土俵も知っておかない限りには勝てる試合も落としてしまうと思うので、そういう意味ではやはり組グラップリングという部分でパラエストラ千葉ネットワークさん鶴屋代表の下で、そうになってその組の基本であるとかそういうものをしっかり習ってはきました。オス。それは1年前と比べるとどれくらいレベルアップしてますか。そうですね、まあ、木曜日くらいにはなったかなと思いますね。木曜日、はい、白帯、オレンジ帯、青帯、木曜日ですね。緑帯、茶帯、黒帯なんですけど木曜日くらいまで行ったかなと。まあ、釣り代表にはまだ甘いよと、お前オレンジ帯だよと言われるかもしれないですけれども、自分は木曜日まで行ったっていうそういう自信を持って今回の一戦には挑もうと思ってます。ボス。ということはもう自分からテイクダウンして決められるぐらいの実力がもうあると。どうでしょう。ボス。ボス。ボス。まあ戦い方的にはそうですが、打撃の展開がやはり多くなると思って考えてますか。まあ想定した通りに試合はならないので、いろいろなものを想定しますし、それでもやっぱりその通りにもならないという思いではいます。ただやはり対策という意味では相手の長所を潰していかないと、自分は今までたくさんの人と対戦してきた経験的にはやっぱりその人の長所っていうのは変わらないと思うんで、そこの強みを出させないように、うん、まあ、強み相手出してきてもこっちは迎え撃てるよっていうそういう状態にはしてきましたので、まあ想定されるもんではものは太刀の展開ですけれども、まあどうなってもいいと思ってます。オス。宇佐美選手も空手出身じゃないですか。オス。なんか宇佐美選手の試合を見てて空手が生きてるなと思う部分って見えます。まあ、蹴りもできますし、まあ、宇佐バト君もだいぶそうですね、戦いに関してはオスの部分はあるなと思ったんですけれども、先日の会見に関してはオスじゃないなと思ったので。それはどういうことですか。オスじゃなくないですか。どう思います。もうちょっとはい、まあ、ライジンのスタッフさんに、ま
んまりその煽ってくるようなタイプではないよっていうのはあの事前情報として聞いていたんですけれど、はい、ちょっと情報と違うなっていうのが、はい、ありまして、別に僕もなんて言うんでしょう、仲良し空手でやるつもりはないんですけれども、まあなんて言うんでしょう、仕事が悪いですけど相手をその殺してやろうみたいな、そういう気持ちで僕は戦いに臨むのではなく、まあ、対戦相手を尊敬リスペクトした上で、まあ、お互いに最高の試合を作ろう、その上で自分が勝とうっていう、必ず勝たなければいけないっていう、そういう意識でやっていますので、うん、まあ、ただちょっと思った以上にオスじゃないなと思ったんで、ちょっとオスだと聞いていたんですけれども、ちょっと話が違うぞということで、はい、ちょっとなんかちょっと論破された感ありましたけれども、会見では、はい、まあ、そこはちょっと割り切ってと言いますか、はい、中途半端とか言ってましたけれども、はい、そうかなみたいな、ちょっとはい。まあ、でもそこ引きずってもしょうがないですから、はい、しっかり切り替えて、まあ、そう来られたとしても何でしょう、その目には目をで言ったら、まあ、全ての人が盲目になってしまいますから、はい、自分はあくまでもオスで試合当日に爆発させようかなと思っております。オス、まあ、やっぱりそのフェイスオフでもちょっと挑発的な感じであったんですけど、あれはオスどういうふうに思ったんですか？そうですね、あそこのシーンだけ結構その後のあの記事とかに撮られてたんで、あそこだけ見ると思いっきり目には目をしてんじゃんって感じありますけどもそんなことはございません、はい、すごく見てきたので、はい、こちら例としてしっかり見返してました、はい、全然瞬きをされないんだなという感じで、はい、自分はずっと目をじっと見ていましたね。ボス、生意気だみたいなのなかったですか？生意気だなっていうのは一瞬そのジャガー出てきそうになったんですけど、そこはグッと押さえて、そこはもう、はい、押す、君がそれで来るならいいんだよっていうそれで来るならどうぞっていう、試合当日にお会いしましょうっていう、そういう意識で自分は見返してましたね。押す、ちなみに向こうはあのベイラー選手の名前があるんで美味しい相手だとおっしゃったんですけど、こう美味しい相手とやれるような身分になったことになったと思うんですけど、あ、自分が美味しいと、あ、それはどういう、それは自分はポジティブに捉えていいんでしょうかね。それは難しいところ、難しいところですね。まあ名前があってあるから美味しい相手っていうのは、はい、まあ、ある程度のチームにいる人っていうポジションにいる人みたいな、オス、まあ君はそれでいいんじゃないかって、はい、まあ今年風に言うのであれば、おめえはそれでいいやって、まあ、そんなところですね。はい、試合当日に分かります、決して美味しい相手ではなかったんだなというのが、オス、分かっていただけたらオスだなと思いますね。オス、打撃に関してなんですけど、まあ、宇佐美選手は、まあまあ、試合前当然なんですけど、自分の方がレベルが上だと言ってるじゃないですか。オス、ベイラー選手から見たらどうですか、レベル、はい、まあ、レベルってその難しいところですよね。そのなかなか測りづらいところですよね。うん、そのまあ、いわゆるその打撃の教科書通りに近い動きをやったら、じゃあそれが強いのかって言ったら、僕はそうではないと思ってますんで、うん、まあ、打撃のレベルが彼の方がうまいかもわからないですけれども、はい、僕の方が強いと思いますね。オス、その自信の根拠、自信の根拠ですか、あ、もう根拠とかなく生きてきたんで、オスそこはもう分析なく生きてきたんで、そこはオス、そこ根拠なく、根拠なき自信発動で、オス、やってき、やっていこうかなと思います。オス。まあ、あの、遠いですよ。オス。ベイラー選手は、まあ、から極真空手の、ね、全日本大会で優勝。オス。優勝。オス、されてます。ライズで、ライズ J ネットワークでチャンピオン。オス、されてます。これでも実績があって、オス。ベイラーにかかわらず、オス。いや、打撃は自分の声だと。オス。はい。と向こうは言ってるんですけど。オス。はい、いいんじゃないでしょうか。そう思うのであればいいんじゃないでしょうか。まあ
やっぱり MMA ですから、ミクスドマーシャルアーツですから、やっぱりそこはどうなんでしょうね。まあ極真空手のルールで仮に用意どん戦ったら、まあ、自分は負けない、当然ながら。じゃあまあボクシングルールでやったら、まあやっぱり彼の方が強いのかなって思いますけれども、じゃあこの総合格闘技の何でもありに近いこのルールの中で、この打撃のレベルっていうのはなかなか一重には言えないと言いますか、やっぱりこのいろんなアップセットが起きてきてるのも、技術を超えたアップセットが起きてきてるのも、この総合格闘技の歴史が証明してると思うので、自分はそのここ勝ったところでアップセットだとは思わないですけれども、まあレベルっていうのはちょっと、逆にその説明していただきたい、説明していただきたい。そのレベルっていうのはその何をもってその言ってんのかっていうところを、説明していただきたいですけれども、まあ、じゃあ試合前なので試合後に確認できたらなと思いますね。ボス、じゃあベイノー選手がボス、その中でも確実に自分の方が勝ってるだろうと、はい、自分が勝ってるだろうと思う、ボス、なんでしょう、はい、野生味、野生味、はい、どうもさ、どうもさ、はい、なりますへの愛はい、まあそうですね、オスの精神もそうですし、まあキリがないですね、言っていったら、はい、キリがないことも上回ってると、そうですね、去年のその去年の大晦日の一戦の黒沢強さ理論で言ったら完全に勝ってると思いますし、まあキリはないですね。ただそのもう項目上げてったらもうそれこそキリがないですから、向こうも上げてってもうこんなもうキリがないですから、はい、まあでも勝ってると思います。今言ったものはもう確実に勝ってるし、試合にも直結してくるものかなと思ってます。オス、野生味、泥棒さん、オス、はい、この辺に関しては試合にどう出てくるんですか。いやもうこの何でもありのルールで出てくるんじゃないですか、解き放たれた時に、はい、埼玉新都市の中心にベイノアが解き放たれた時に分かるんじゃないですかね。オス、なりますでくすぶってきたものバッとこの埼玉新都心で爆発させていいんですかっていうの、はい、いいんですかそういうところだと思います。オス、で今回はそういうような試合をしてるってことですね。そうですね、はい、まあ爆発したいなと思いますね、とにかく。オス、わかりました、はい、じゃあ続いてインスタライブの質問が届いております。武田浩二選手からオス、んオスの精神っていうコメントが来てました。あら浩二さん、オスの精神っていうコメントが来てますか、はい、さすがですね、黒沢強さ、こういうアンサーで合ってます、違います、大丈夫です、合ってます、合ってます、ありがたいです、まあ同じ日に出ますからね、はい、はい、共に爆発したいです。オス、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 全部オスだおい全部オスじゃないですか、ボビーですか、いやモスじゃないですよ本当に生まれてから何回オスって言いましたか、生まれてから、いやいやもう数え切れないです、これ大喜利ですかこれ大喜利なんですよ基本的に来てるんです、はいはい、大喜利大会じゃないんで、はい、オスですから、はい、もうオス、オス、秘策は、秘策、いや言えないでしょ秘策は言えない字してくるんですから、火の策ですから言わせないでください。オス、今回ドミネーター選手はセコンドにつきますか。あドミさんはこれでもお楽しみにとか言っちゃうと当日がっかりされちゃうんで、ちょっとはい、こちら今回は残念ながらなんですけれども、はい、お楽しみにとか言ってた方がいいですかね、逆に。そうですね、お楽しみに。もう遅いです。遅いですか。そうですね。はい。土井さん見守っててくれてるんで。おっす。今回大晦日にライト級のカードが4枚あるんです。おっす。お。今後ライト級でやっていこうっていう。おっす。気持ちあるんですか。もちろんです。おっす。まあ、やるからにはやっぱりそこの中のトップを極めたいなっていうものはありますんで。おっす。まあ、そのためのまず一歩今回勝たなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。
マックとモスどっちが好きですか？モスじゃないですよ、違うんですよ。いやいや、マック好きです。でもモスはあのちょうどナリマスが一緒号店なんですよ、全世界にある。前も話しましたっけ。そんなどうでもいい話です。ナリマスがそのもう全世界にあるモスバーガーの一号店なんですよね。はい、まあ、そういうところに愛もありますけれども、はい、全然そのボビーさんとかそれ関係なしに、はい、はい、じゃあ最後に YouTube からの視聴者の方にメッセージをお願いします。おっす、これもラストバシュと、おっす、12月31日もうわずか迫ってきました。まあ、クリスマス、大晦日、まあ、年末、いろいろ楽しいことあると思うんですけれども、ぜひですね、まあ、その楽しいことも含めて、嫌なか、嫌だった、ちょ、もう一回いいですか、ちょっと違います、おっす、おっす、ついにもう少しで迫った年末のビッグイベントでございます。まあ、自分のカード以外にもですね、最高のラインナップが、もう世界中からガチの強豪たちが集まって、なかなか見れない大会となっております。ぜひ皆さんご覧ください。そして最高のオスをお見せしたいと思います。勝ってリングの中心でオスを、モスではなくオスを叫びたいと思っておりますので、皆様ぜひ応援よろしくお願いします。オス、ありがとうございました。オス、ありがとうございます。オス、じゃあ最後に写真撮ってよ。オス、いつからちょっと。オス、オス何パターンかください。オス、オス、はい、もう一個オスください。オス、オス、あともう一個ください。オス、はい、ありがとうございます。あざっす、あざっす。はい、じゃあもう一回目の。オス、はい、はい、次の放送どうですか。はい、はい、次の放送お願いします。ありがとうございます。おっす、いやー、これ足、これすっごいな、これ以上で終わってるんですか、これ。はい、終わります。今まだ続いてるんですか。続いてます。おっす、おっす、ついに始まる日本と世界唯一無二の大晦日。北米のスター軍団、金網から四角いリングへ、武道の国日本を敬意を込めて破壊する。歓喜と絶望が隣り合わせの大博打。史上最強のメイドインジャパン、黒船となり襲来。巡ってきたリベンジのチャンス、3度目の正直なるか。金網のグラディエーターに挑むは、韓国の激闘お茶目ゾンビ、ブルマゴ軍団からの刺客をブラックヘラクレスが迎え撃つ。ベラトール最強の冒険、日本のリングを食い荒らしにやってくる。ライジン新王者、団体の威信をかけたチャンピオン対決へ。ベラトール生まれ、ベラトール育ち、エース。日本、世界、これがホベルト・サトシ総座だ。こんな日のために立ち上がってきたんだよ。所秀夫、過去最大の強敵に挑む黄金のライジンバンタム級、次期王座を争う戦い。聖なる破壊者と極真の黒ひょう、ライト級外国人トップ対決。スナリオ強し、いざ世界へ。スーパーアトム級グランプリ決勝戦。荒波に揉まれる準備はいいか。